はい、レッドスパイダージュニアです。しばくぞ。今回もインスタとかの質問返しでよく来る質問をもうこれもう一気にここで答えとくっていう回です。ほんまインスタとかで暇つぶしによく質問返しするんですけど、なんか変わり種の質問とかは結構答えるんですけど、結構この質問来たら無視しちゃうんで、今日はここでこれまとめてポーンといきますんで、いってみましょうか。じゃあいきます。まず1個目、これめっちゃ来んねんな。飛び職、軌道工事、軌道屋、わかる？鉄道関係。そうそう、鉄道、線路工事みたいな。と、タイル屋さん、ペンキ屋さん、塗装屋か、ペンキ屋ね。お風呂のユニットバス変える仕事。あ、厨房の仕事。冷蔵庫とか持っていく仕事。あと何でしたっけな。あ、草刈り。草刈りはね、中央分離帯の草とかかんねん。とか、川の土手の草とか。あと、あれやったな。なんちゅうの。ベランダとかの、こう、なんちゅうのかな。テラス、柵みたいな。窓とかに柵ついてる。プラスチックの。あれ、何屋さんなのな。柵屋。あと、まあ、あれやってた、あれ。穴掘り。穴掘るっていうか、発掘作業の穴掘っていく仕事みたいな。で、ある程度のとこまで掘るやん。で、あとはなんかもう教授みたいなのがやねんけど、ある程度のとこまで掘る仕事。穴掘り。あと何しようかな。あ、鉄筋。運送屋の助手。リフトの運転手。あ、流れ作業の、工場で流れ作業で、テーブルの棚をなんか色塗るのをなんかこうやってひたすら取る。なんかよくわからん仕事です。まあそんな感じかな。まあなんかいろいろしてましたね。まあ、今までどんなバイトしてましたかで、これめちゃくちゃ来るんですけど、もうこの流れでもう一個よく来るのが、今の仕事してなかったら何してましたかっていうの。これは、靴屋さんですね。音楽する前に、まあ、いろんなバイトしてたんですけど、まあ、音楽絞ってもやってた時期あるんですけど、一番初めに中学卒業して、軌道屋ってとこで働いてて、その後辞めてスニーカー屋さんに面接行って、あ、落とされて、そこ落とされてなかったら俺多分スニーカー屋さんで働いてたと思う。で、ちなみに落とされたスニーカー屋さんはザ・シューズっていうところ流通センター。流通田舎やから、俺住んでたとこ田舎やから、そんなおしゃれな今みたいなおしゃれなスニーカーない。ザ・シューズっていうところの面接行って落とされた。もう今なんやろ、ザ・シューズ。あんま見なくなったっすかね。そうそう。で、まあそっからいろいろバイトしちゃって、ね、で、次いきますね。これもめちゃくちゃ来る質問で、まあ3兄弟で、まあ俺が3男なんですけど、で、まあ次男がシルバーキングっつって歌ってる人なんですけど、で、長男がゴールドキングっつっていわゆる犯罪者ですね3人で、そんなに家も裕福じゃなく、なんやったらだいぶ裕福じゃなくって感じですか。この質問をね、聞いてどうすんのって感じなんだけどな、毎回。これほんまによくね、幼少期はどんなんですか。まあ、半分古事記みたいな生活してましたね。あともう一個、これもよく聞きます。これだから今までどんなバイトしましたかの流れで。そうですね。初めてもらった給料、何も覚えてないけど、とりあえず家に金入れな。初めて買った大きい買い物は覚えてて、一番初めて買った大きい買い物は俺ターンテーブルやね。ターンテーブル2台と、ミキサーとアンプで、ヤマハのスピーカー、ミキ楽器で買ってんけど、20万ちょいやったと思うんだけど、それが一番初めて買った大きい買い物で、ローンで買ってん。金なさすぎて月2万のローンで2年間ぐらいその前に車乗ってて、無免許運転、これあかんな。車乗ってて、でもこれ敷地内や、工場の敷地内に車乗ってて、ブレーキとアクセル間違えて、アクセル踏んでもうて、壁にバーン突っ込んでもうてやん。で、壁が潰れて、それの弁償が一番初めやわ。車は、家の車やってんけど、それが一番初めやな。一番でかい買い物、壁。壁何本やったんですか？30万ぐらい。それで、ターンテーブルもローンにしてん、すぐ買われへんやん。
そうだから30何部もなんか分割にしてもらって3万とか4万とかずつ返してみたいな。で2万月な。いつからレゲエ聴いてるんですか。もうこれはねもうクソくるんですよ、16かな16歳ぐらいから聞いてるんですけど、もうだから30年、20年ぐらい前ですね、25年とかぐらいですね、ぐらいですね、今でね。きっかけ、なんでレゲエ聞いたんですかみたいなのもあるので、まあそもそもあのレゲエはめちゃくちゃ嫌いでした。めちゃくちゃ嫌いで、そもそも洋楽があのめちゃくちゃ嫌いやったんですけど、兄弟がめちゃくちゃ聞いててレゲエを、もうそれこそシャバとか、あのその世代のもう毎週クラブ行ってたんですけど、ちょっとチャラいイメージというか、 あんまりなんかこう洋楽とか聞いてるやつお前言葉わからんのにあれ聞いてんねんみたいなイメージで毛嫌いというか、全然聞いてなくて、みんなクラブに遊びに行くから、あの自分だけ週末になったら一人になって寂しなるという結果、もう寂しいのが嫌なんで、まあ、兄弟についてクラブに行くと。ほんだらもうそこでドンピシャでハマってしまうという、まあそれがだから16ですか、中学卒業して、すぐぐらい。今はそういう年の人はちょっとクラブ入れないんですけど、当時結構ゆるゆるやったんでサクッと入れて、まあダメなんですよこれ今は、そういうのしたらもう当時もダメなんですけど、まあそういう感じでクラブに行ってレゲエにハマっていくっていう感じですね。でまあいつからこの仕事してるのっていうのもこの流れでよく来るんですけど、レゲエって、まあ、当時はCD で聞くっていうのも、まあ、手段としてはあったんですけど、 CD で出てない曲が結構クラブで流れてたので、この曲いいなと思ってもレコードでしか出てない、じゃあ聞かれへんってなって、でそっからターンテーブルを買って、レコードを買い出して、でその流れで、イベントを友達同士でするという。でその、イベントしたのが、まあ、17歳ぐらいの時に自分らの友達だけ集めてイベントをやったら20万円儲かったと。これは食っていけると、まあ、その流れですね。それを機にこれは仕事として成立するとやりだしたんですけど、まあまあね、初めそんなにうまいこといかへんかったけど、まあ、まあそういう感じで始めたっていうね、です。初めて買ったレコードっていうのもめちゃくちゃ来るんですよ。初めて買ったレコードね、シャギーのオーキャロライナって曲、これ今多分流したら怒られるので、下に URL 貼ってきます。そしてもう一枚がパパさんのアンセムって曲、もう全然流行ってなかったんけど、レコード屋のお兄さんに勧められて買ったっていうまあそれもここに多分今出てます。そしてあともう一枚はアルバムで、レゲエゴールド、なんかそういうのオムニバス版みたいなんで、コンピでレゲエゴールド7やったと思うな、6か7やったと思う、ちょっとね忘れちゃったんですけど、実は今日持ってきたかったんですけど、レコード俺全部レコードパクられたんですよだから当時だからその時ね、レコード買い出してジャマイカ行って、でそのまあレコードジャマイカでもまあレコード買ったりしてたんですけど、18ぐらいから20歳ぐらいまで長期でジャマイカにおった時期があって、その時に俺の次男から電話かかってきて、どうしたんみたいな電話してて、まあ、シルキンって言うんだけどね、俺の次男シルキンが、レコード全部ないって、どういうこと、いやレコード全部ないねん。でもなんかわけわからんまま電話切って、数ヶ月後に帰ったらもうレコードが全くないという。実家暮らしっていうか、実家にレコード置いてたんで、でも実家のレコードが全部なくて、でもちろん初めて買ったレコードもパクられちゃったと。というのでもうレコードが今ないんですよ。でまあそっからまた買い集めたりしてたんですけど、当時そのレコードでイベントとかも出てたし、日本帰ってきてすぐイベントとかもあるから、もうとりあえずレコード買いに行かなあかんっていう。でレコード買いに行って、まあ古いレコードとかあんまりね、もう中古レコード屋さんとかで買うしかないんで、どうしても欲しいレコードとかを中古レコード屋さんに買いに行ったら、パッてレコード見てたら、レッドスパイダーっていうね、書いてるレコードが出てきて、でどういうことかというと、当時7インチって言ってレコード1枚1曲しか入ってないわけよ。
それをこういっぱい買って何百枚とか買って一晩すんねんけど、まあ、いろんなサウンド、いろんなセレクター、いろんな DJ とかで一日をやるから、他の DJ とかとレコード混ざらんようにこうレコードにサインとかハンコとか押していくわけよね。自分の名前書いてたり、それを書いてるのがパクられてんけども自分のレコードが売ってるという。だから俺のパクられたレコードを誰かがまあ売ってそれをまた買うっていうね。でもまあ初めて買ったレコーダーもちょっと見つからなかったんですけど、まあなぜ初めて買ったレコードがそういう感じです。これもよく来るんですけど、パターンが何パターンか毎回決めてて、5パターンぐらい常にあって、その中で今日はこのパターンみたいなのをはめつつ、その場の雰囲気で選曲毎回変えていくんで、決まった選曲っていうのはなかなかしないですね。だからまあそれぞれ毎回ちゃうという感じでやってます。まあとりあえずインスタとかツイッターでこういう質問がよく来るので、もうまとめてこれ言っときますんで、また気になる人は見といてくださいということで、今回はこれで終わります。ではズンズンチャンネル。